皆様こんにちは。お囃子塾第19話にようこそ。今回は手まり唄の玉をテーマにお送りいたします。江戸時代を描く6回シリーズの3回目です。江戸時代の子供たちの暮らしは大変にのびのびとしたものだったと言われています。子供たちは遊び作りの名人、平和な暮らしの中で様々な遊びが生まれていきました。そしてその中でも特に人気があったのが、きれいな手まりをついて遊ぶまりつきだったと言われます。それで今回は次のようなお話をさせていただきます。1、長唄の舞踊曲手習い子。2、手まり唄の玉即興演奏。手習い子とは1792年に七変化舞踊の一つとして演じられた曲です。以前第17話でご紹介した友奴っ子も七変化の一つでしたが、それより36年前に発表されたのがこの手習い子です。この曲では日傘を差して手習い草紙をぶら下げた寺子屋帰りの娘が舞台に現れます。のどかな春の風景の中で、初々しい娘が蝶を追いかけたり、まりつきをしながら、さまざまな思いを語ります。江戸時代の平和が庶民の子供に幸せな毎日をもたらしていたことが、この曲、そして今残っている浮世絵からも見て取ることができます。以前のビデオですでに触れましたが、江戸時代は経済的に、そして文化的に大発展をした時代でした。その大きな発展の裏に潜む鍵は、庶民の子供の教育を行っていた寺子屋の存在、そして当時のとても高い識字率にあったのではと思います。舞踊曲の中で、娘がまりつきをするシーンがあります。舞踊家はまりをいろいろな速さでつき、長さもその時によって変わります。そこはお三味線やお囃子にとっても見せ場で、即興演奏が行われます。三味線はテンドツツンという同じ旋律を繰り返して伴奏を行います。そこに立三味線という中心に座るリーダーが踊りに合わせて即興で曲を作ります。お囃子の方は玉は最初ポンポンタッタッタと始まり、それからポンスタポンと続けます。小鼓が全員ポンスタポンと打っている間に、1杯目は立小鼓が即興演奏を行い、2杯目は脇、3杯目は3枚目という順番で自由演奏を行います。では手習い子のまりつき部分をご覧ください。新加の子の玉です。当時のまりはゼンマイ綿を芯にして作り、周りに刺繍を施したものです。あまり弾まなかったもので、しゃがんだまま手まりをついています。娘道成寺の玉です。立鼓がアドリブを打っています。鼓がアドリブを打っています。3枚目がアドリブを打っています。
今日は鞠の玉をいろいろな三味線の旋律と小鼓の音色でお聞きいただきました。それとともに手習い子という曲、また子どもたちがのびのびとしていた江戸時代、ちょっと触れさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。